こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、原子パイと平家パイという2種類のお菓子を食べたいと思います。源氏と平家、まあ、名前だけ聞くと日本古来の物語を連想するので、多分そこから取られてるんじゃないかなと思うんですけど、どんな味なのかな。まずこちらが源氏パイ、平家パイ、どちらもいっぱいありますので、家族や友人同士分け合うのもいいと思える商品というね、本来そういうお菓子だと思うんですけど、ではまずこちらのハートがいい平家パイから、じゃないよ、源氏パイだ。なんで早速名前間違えてんだ自分は。すみません。食べていきたいと思います。ハート型でちょっと割るのかわいそうですけど、断面図のために。ではいただきます。ごちそうさまでした。まずこちらの源氏は、口の中で噛んだ瞬間にサクッという心地よい音と、砂糖の甘さ、バターの、バターじゃマーガリンか、これはのコクが口の中でバッと広がってきます、サクッという心地よい音を毎回噛むたびに感じることができたので、サクサク系のパイが好きなのであれば食べてほしい。一方源氏パイは中にレーズン、中じゃ上にレーズンが乗っているので、口の中でジュワッとした甘酸っぱさが広がっているのですが、上のお砂糖部分が置いてる間に溶けてしまったのが最初からそうだったのかは分かりませんが、べちゃっと袋にひっついたり手で持った時にねっとりしたりして、若干食べにくかったですね。あと歯にくっつくっていうのもありました。なのでレーズンの甘酸っぱさがアクセントにはなっているのですが、やや食べにくいかなと思ったのが残念です。なので自分はこっちの中の音も食べず、実際に食べる時もサクサクと食べ進めることができる源氏パイの方が好みでしたので、今回の代表として4点とさせていただきます。少し物足りない部分もあったので、ジャムとかをつけてみてもより美味しく食べるように、いやもう何、少し物足りない部分もあったので、ジャムなどをつけてより美味しく食べられるようにするともっといいかもしれません。それでは、そうだしまった、点数こっちだった、はい、それでは虹を見にルーブル美術館行こうかな、そういう作品が展示されているのでしょうか。というわけで今日は源氏パイと平家パイという2種類のお菓子を食べてみた動画でしたが、あなたは源氏と平家どちらを食べてみたくなりましたか？コメントで教えていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。